はい、皆さんこんにちは。ファミ通アップこれかんタイガー桜井です。そしてダイヤです。はい、よろしくお願いします。今日はね、ちょっとケンちゃんさんも、はい、宮本先生もおらずね、異色メンツなんですけども、そうですね、今回ですね、何をやるかというと、はい、新協力ですね、The World of Guilty 断罪の章、そう、新イベですよ。そうですね、新協力ですよ。これがね、しかも2人協力だったんですよね、はい、だからまあこんな感じに、はい、なってるんですけれども、まあ、このね、とりあえず遊んでいこうじゃないかと。はい。はい、で、なんかこれ見てみると、うんうんうん、アクションフックが強力に搭載されるっていう。そうなんですよ。多分ね、4人協力だとね、難しかったんですよね。うんうんうん、まあでも、その2人協力でもアクションスキル、アクションフックがね。はい。しかもなんか、ストーリーだとなんかこういうところが、こういうところがあって、うんうん、ここに引っ掛けるじゃないですか。こういうところ、うん、でもそうじゃなくて、モンスターに引っ掛けるんですよ、ね。そうですね。モンスターに引っ掛けて移動するっていう。そう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 。はい、ちょっとね、なんか面白いところになってますので、はい。そのイベントルームもね、あの施設育ったりとか、はい、そうですね、使うやつがいっぱい手に入るので、はい、集めながら遊んでみましょうということで、はい、じゃあやってみましょう。おい、お願いします。まずは、星5ですか。これは星3だっけ。星5ですね。5から、はい、はい、行きます。と争いを生むものたち。なるほど。レッツゴー。ニアボーのことかな。血と争いを生んでるんですか。争いを生んでます。今パーティーにさらっとガブリーちゃんが、うん、いやいましたけども、ね、難しくないところはやっぱ楽しいキャラというか、ね、好きなキャラ。すいません、アシュレ連れてっちゃって。いや、いいですいいです。僕もだって月見入ってますから、なんなら保険の月見。あれ、ガブリーちゃんバランスタイプでしたっけ。そう、バランスタイプのコステーマーだから、もうアシュレイとの相性バッチリじゃないですか。バッチリですよ。で、ここなんですけど、ね、じゃあこれ触ってみましょうか。あ、私が触らないと意味ないんだ、うん、アクションフックにもモンスターに引っ掛けてみよう。で、そこから引っ掛けられるんですけど、こっち行けるんですけど、この、うん、なんていうんだこれ、これなんかね、トラップがあるので、ね、うん、できればここからちょうど背中向いてくれてますからね、あのフックショットをガッと引っ掛けて渡りたいところ。あれ、ガブリちゃんまだですか。今行きました。さあ、ガブリも早速巻き込まれました今。しかもウコが出るんで、はい、双剣とか剣士は相性いいですね。スナイパーも出ると。あれ、で、先に進んでいいのか、はい、行きます。じゃあ、右行きます。じゃあ、私左行きますね。ここ分かれた方がいいんですかね、もしかしたら。ですね、この辺のちっちゃいのを倒さないと扉が両方開かなくて、あ、なるほどな。宝箱の回収が遅くなるので、じゃあ、ここは分かれた方が良いと。はい、よし、開きました。じゃあ、行きましょうか。あ、かっこいいですね、バイパー持ち。バイパー持ち超かっこいいんだよ。あ、アルマ消えちゃった。これがね、はい、ビルフリートの持ちふとね、うんうんうん、もう2つ。わ、なんかすごい好きな方を使った。すごいゴロ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 しますね。さあ、ここね、全部無視できるんですけど、はいはい、ルーン回収だったらどうしちゃって。そうですね、あ、無視できるのは嬉しい。左の道行きます。じゃあ、私は遠距離から狙ってみようかな。あ、そっか、これ大型モンスターに引っ掛けて移動すればよかったんだ。あ、そうなんですか。そうしたらこのゴロゴロにやられずに、なるほど、ここに来れたんじゃないかなっていう。賢い。失敗した。でもね、もう、うん、いけないわ。敵倒しちゃいましたからね。賢いな。なるほどな。なるほどな。そういう使い方。無視するんだったらここの、で、うん、なんかウフコがいるんで、これに引っ掛け。めっちゃ外してる。これちょっと難しい。あー、で、宝箱がここにあるんですね。なんで余裕があればやってもいいかなっていう。あ、よかった、こっちに戻るんだ。入り口に戻されたらどうしようかな。ひどいですね。あ、さあ、マグマ人、こいつがなんかね、ちょっと普通のマグマ人と違いまして、うん、優しいマグマ人ですね。はい、ちょっと霞で叩いてみますけれども、攻撃は通るんですよね。うんうんうん、こうガシガシと。あ、倒しちゃった。そう、普通のマグマ人はね、突耐性があるんで、突じゃないや、打撃耐性が、うん、なので、そう、拳と斧が、ね、きつかったんですけど、この色はね、はい、マグマ人のは優しい。あ、これいけんのかな、これ。あ、ショートで、いけそう。いった。あれ、もういなくなっちゃった。あ、また黒マグマ人が。で、水属性が、10倍なので、まあ水属性持ったキャラで叩くのが一番楽かいいかなと。この赤い線が消えない。消えないですね。行きたいな行きたいな行きたいな。
いやガブリちゃん可愛い。そうガブリちょっとそろそろ正月来るんじゃないですか。あ正月ガブリ行きたいですかね。正月ガブリ行きたいですよ。お正月コリンは来るんじゃないかな。でもあとキララとかも人気ありますから、うん、あキララって来るんですよね確か。あもう決まってましたっけ。キララの決定だった気がする。楽しみ楽しみ。じゃあ8位いきますか。はいはい。で報酬がまあこんな感じと、うん、これが、まあ、総合でボーナスも入ってますけど。そうですね、うん、まあまあまあそれよりは美味しい。うーん早く回れればっていう感じですね。まあじゃあ次いってみましょうか、はい、お願いします。よいしょ。次が星8ですね。はい。レッツゴー。番号でいきます。はい、はい、お願いします。結局なんか最後までね、はい、あれですよね。あの構成はほとんど一緒で。あそうですね、うん、クロマグマジン。じゃあいきます。ショップを使っていくと道理に背く狂信者たち、はい、宮本だ全部じゃないですか。これも宮本背いてますか。怖い怖い。どっかで聞いてるんじゃないですかこれ。いや聞いてもらうな。なんか1メートルぐらい、うん、やばいやばいローリングがめっちゃタヌキが走ってる。来い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 。来ない。タイガさん来ない。来た来た来た。あ、本当ですか。よしよしよし。さあ行きましょう行きましょう。このなんだっけスナイパーが結構遠距離から狙ってくるんで辛いですよね。うわなんか引っ張られてる。あしかも毒沼があるからここはライダーとか良さげですね。あそうですね。でここなんですけどこっからウフコをフックショットすると、うんうん、床を踏まない。そうです。床を踏まずにいけるけどフックが当たらない。当たった、はい、よし当たらない。じゃあウフコを生かしておきますよ。宝箱に投げとって。よしよしえこの宝箱はフックだけですか。そうですね、フックで回ってます。お、で、あれこっちは、こっちどうやって行くの。あ、これも敵引っ掛けるやつじゃないですか。あ、これ本来だったら敵がいたの。ウフコがいた、さっきさっき、あのビームしてたってことですねあの、うん、やっちゃった。あそこ届かないかな。じゃあ、あ、届かないですね。宝箱はい、行きます。え、夏かすみ出したのにはい、行きますよ、はい、お願いします毒沼が多いので、雫なんかは持ってこいじゃないですかね。なるほど、水属性が黒マグマジン。カティア行きますか。カティアでしょ。もう、毒なりっぱなしみたいな。あ、で、床踏み見えました。ありがとうございます。じゃあこっち行きます。お、キャロじゃないですか。そう、キャロね、この前引いたばっかですけどね。あーちょっと乗ってるんだ、これ。このね、なんかあの、花。はい。毒花、あの、見落としがちですからね。そうなんです。ちゃんと倒さないと。道を塞ぐようにいましたからね、今。さあ、あそこのね、右上に、わざとらしくウッコいるんで。残しておきましょう。あれは生かしておくやつだ、うん、よいしょ。なんかこのチリウッホがいっぱい。あの赤ミラとかのスキルにって、はい、追尾して飛んでくじゃないですか。ああそうです。あれでうっかりあのあそこ、ね、ターゲットをやっちゃうんですよね。あ、武者も出てきた。めっちゃ重い。普通に掴まれてしまった。危ないじゃないですかもうおいでませしますか。おいでませ。いやいや、うちには夏かすみ先生がねいらっしゃる。大丈夫ですよ。でもエクセリア先生もいるから。あ、ディバインアウラと。ディバインアウラ毒も消せる。よし、じゃあこれ行こうか。フックショットで。フックショットじゃなくてもこうファーってドラゴンで飛んでいけば。あ、もういいしいいし、もう一回ね、そっちで今来たらあの豆たぬきみたいのが湧いたんで、はい、そうですね、なんかルーン回収ポイントっぽかったですね。はい、ドラゴンライダー便利だな、これ。いいですね、便利だな。行きますか。行きましょう。アシュレイちゃんに戻して。あ、リオーネ。リオーネもね。懐かしい。リオーネ、多分そう、初めて最初に引いた弓なんですけど。お、そうなんですね、うん、あれ、バリア持ってるんでしたっけ、リオーネ。いや、もうバリア、ドレイン、そこしかないんですよ。もう、死ににくい弓、ね、あの、何、はい、もう時代を超越したモンスター。モンスターモンスター時代を超越した敵じゃないですか、それ本当に。だってね、バリア、ドレイン、そこしかない人かも。今、流行りに流行ってる。流行りに流行った、うん、詰め込み型。あ、バッカルトーンがスキルがまた綺麗ですよね。そう、しかもやっぱこれ
ね、あの受給のおかげでね、はい、火力も出るようになったので、おお、強い。あ、毒になっちゃいますよ。ならない。あ、終わったらなんないんだ。終わったらなんです。はい。へえ。だからね、声聞けないんですよ。被弾ボイス。ああ、そう。もったいない。もったいない。聞くようにしたし。まあでもそしたらね、状態以上にならずにクリアとかできなくなっちゃう。そうなんですね。悩ましいですね。悩ましいですね。避難ボイスを取るか、そう、ミッションを取るか、その毒にはならないけど避難ボイス出してほしい。それだ。でここの報酬がこんな感じですね。174。これ嬉しいのが、はい、このなんていうんだろう、一番大きいルーンというか、はいはい、7個手に入ってる下の段の真ん中辺ですね、うん、これってあの個別クエスト、ソロクエストだとなかなか手に入らなかったので、ほう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 、これがたくさん手に入るのは嬉しいですね。じゃあ10いきますか。そうですね、10の報酬も気になる。星たぬきが、はい、立てましたよ。はい、おい、カモン。はい、いきます。はい、 OK、 いくぞ。はい、ただここはね、あのやっぱまあ構成は一緒だとしても、はい、レベル140 140はやばいっすよね。確か140とかなんで。あ、確か140です。マジで気をつけていかないと。やば、ペロペロですから。ペロペロしちゃう、うん、怖い怖い。誰使おうかな。エクセリア、エクセリアちゃんでいきますか。そう、あのね、ここあのカースドラゴンがいて、はいはい、あいつにね、よく潰されるんですよ。そこだけ注意していく。カースアクアもいましたっけ、ここ。アクアもいた気がする。アクアいるならもう状態異常回復のエクセリアちゃんですよ。もうカースドラゴン買いまくる。わー、本当だ。いろいろやってるから、遠くからもう飛んできてましたね。いや、怖いわ。うわ、またいるわ。雫が一番、あの、やばいやばい、死にそうになってる。どうしました。倒しました。ここ副ショットポイントですよ、ここ。お、副ショットポイント、この敵が待っててくれるの優しいですよね。この副ショットすることによって気づくと。そう、ガビちゃんは、あ、よかった、なんか私の画面だと変な方に行っちゃったように見えて、はい、よかったよかった、よかったよかった。そう、こっちね、 あすごいですね、この、はい、安心したところで骸骨が湧くっていう。ずるい。後ろからね、そう、こっちこっちじゃないよ、タゲ。あ、こっちか。さあ、行きますか。はい、行きましょう。そう、あそこね、通るとね、結局なんか、はい、またマグマ人みたいなでっかいの湧くんだよ。あ、ごめんなさい、やろったった。あら、誰が亡くなりました。エクセリアちゃんですね。あー、泣きせる。泣きせる。こっちは、この扉は割れないの？割れないですよ、意外にも。もう割れそうな見た目に感度があるんで、うん、絶対割れると思った。さあ、ここもね、あの右側のマグマ人、あ、その前のウッキー、ここもね、あのポイントですからね、ショットポイント、ショットポイント。あ、マグマ人だ。よし、副ショットしますか。副ショットしましょう。せーの、動いちゃった、もう。はい、わー、あ、そっか、ここはこうやってフックショットで移動しないとここにたどり着けないんですね。そうそう、で、ここ門があるから、あ、豆タヌが、あ、すごい美味しいルーンが。そう、この豆めっちゃ出ましたよ。出さないとね、もったいない、もったいない。そこもスルーしていきましょう。はい、この開かない扉を無視していきますか。おすすめいきましょう。はい、いくぞ。そう、ここがね、はい、マグマ人と武者でたっけ、確か。マリオネットじゃなかったですか。マリオも出て、武者もいた気がするんですよね。なんかボスのオッパレードみたいな。あ、赤赤いやつ、あ、ウッポか。やばい、もう、あ、これアシュリー死んじゃね。ガブリーを救出しましたよ。ありがてー、ありがてーっす。年収48痛いな、これ年収痛いっすね。もうなんか接戦になっててよくわかんないことが、今欲しいな。ハゲいますよ。ハゲどっちでしょう。ハゲはね、私ですね。じゃあ私がビームで、はい、こんな感じで、はい、鏡割ると楽ですよね。そうですね。あ、ビームにビームで対抗しましたよ。ありがとうございます。よし、ということで、はい、お主人も楽しくプレイできました。これは、うん、敵の攻撃が痛いですね。痛いですね。痛い。やっぱまあ火力キャラでいったですね、うん、即死回避あったとしてもこう毒燃焼が結構かかっちゃうので、うん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 、マグマやつね、マグマのマグマバリアがなかなか辛いですね。
燃焼飛行とかだといいのかもしれないですね、はい、あとアニゲラ拳とかだと、うん、そもそも燃焼を活かせるので確かに、そっかそっかそっか、いいかもしれないですね。あっ、嬉しい。15、13、5武器ハイルーンがある。ほんとだほんとだ。おお、へえ。これは他何種類出るんでしょうね。どうなんですかね、とりあえず杖とドラゴンライダー、うん、は出ました、うん、でもなんかこのイベントにあんま関係ないやつだから多分全部出そうですね、かもしれないですね、うん、じゃあこんな感じで、はい、ルーンを稼ぐんだったら、うん、ここ難しいところ、星10断罪の章、悪しき罪の反逆者たち、うんうんうん、これはケンちゃんのことですね。あ、こっちはケンちゃんです。宮坊さんじゃないんだ、めっちゃ見てくる。はい、はい、ということで、はい、今回はなんだっけ、断罪のザ・ギルティー、違う、ギルティーなんとか、ギルティーなんとか、お知らせ見よう、お知らせ見よう、お知らせ見よう。ワールドオブギルティ、ワールドオブギルティ、うん、断罪の章を、うん、桜井さんと二人でプレイしてみました。ね、あの、はい、とりあえずアクションフックを使って、そうですね、しっかりと宝箱とね、うん、あと豆たぬきを買いましょう、買っていただかないともったいないので、はい、ちょ、これはフレンドさんと多分話してやった方が、うんうんうん、良さそうですよね、うんうん、私うっかりビームであの孤島の黒マグマ人とかやっちゃいそう、うんうん、やつを倒しちゃうとね、あの、うん、いけなくなっちゃう、このトラップもねかかっちゃうからめんどくさいですね。ではではでは、皆さん、はい、プレイしてみてください。はい、それでは、いかがでしたでしょうか。このいつものようにね、この辺にね、はい、ファミツアップチャンネル登録用のボタンが PC からご覧の方にはあると思いますので、はい、こちらからご登録お願いいたします。お願いします。スマートフォンからご覧の方は、はい、下の概要欄の方からお願いいたします。はい、他にもまだまだ楽しいね動画がたくさんいっぱいありますので、そうですね、ぜひチェックしてみてください。はい、どうも、それではご視聴ありがとうございました。タイガー桜井でした。サーヤでした。バイバイ。